えこんばんは、いつもとなっております。珍しくシリアスなご相談ですが、本日、浅間山の噴火警報レベル1から2に上がり、河口付近2キロ圏内の規制で登山もできる状態なのですが、過去にはすごく危険なように報道され、観光産業に風評被害が出ることもありました。どのような対処がいいと思いますかちなみに生活圏内の種理が必要なレベルは4以上です。そして、あの、こういうのを書かれると、あの、逆にその、浅間山のレベル上がったんだっていうのが、れ知れ渡っちゃうじゃないですか。 なので、あの、下手に言わない方がいいと思うんですよ。その、今8000人ぐらいの人が見てると思うんですけど、8000人の人がなんか浅のレベル上がったらしいよっていう、多分噂をしてしまう状態だと思うので、ほっとくが一番いいと思うんですよね。とはいえ、まあ、あの、こういう状態なので、なので別にあの、一般的なものだよねっていうので、で、 えっと、活火山とかだと、桜島とかもっと多分レベルが高いと思うんですけど、なので、あの、日本のその活火山で、あの、えっと、常にこのレベルが出てるところを例に出して、こういうところはもっと高いレベルになってるよ、桜島って3だよとかっていうのを言うと、あ、別に2って大したことないんだ、みたいな捉え方もできるかもしれないので、なので、あの、なんかその他の、要はみんながこれ別に怖いところじゃないよねと思ってるところの例とかを出すといいんじゃないかなと思いますけどね。 マジでまあどうでもいいけどっていうねまああの行く機会あんまりないですからねはい富士山もそろそろ、まあ、富士山もい,あのいつか噴火するんじゃないかって言われてますからね地震の予言ってあのいつか必ず当たるんですよまあその南海トラフってあの20年以内に、まあ、大体あの80%ぐらい来ると言われてるのでなのであの来月り起きるよとか再来月起きるよってずっと言い続けると必ず当たるんですよねなのであので今もしその Twitter であのバズりたいんだとしたらあの7月4日に地震を起きるよ7月5日に地震を起きるよとか1日ごとに地震を起きるよっていうのをあのとりあえず書いておいてください。バーって書いておいてください。あのまだ誰もフォローしてないしあの誰にもフォローされてないアカウントで。で、ね、あのとりあえずその1年分3 5 5日分やっといてで。あの 本当に地震があった日に残りの364日分を全部消してください。 そうすると、例えばじゃあの、なんか、8月15日に地震があったとしたら、8月15日に地震あるよっていう書いてるのだけが、1件だけポコって残るから、おこの人一発で当ててるよ、すげえっていうのを、また別のアカウントで、なんかあのこう、ツイッターにばらまくと、あ、すごいすごいみたいな感じで、こう、あのリツイートがどんどん広まったりするので、そんな感じでやってください。で、キャッシュ残しって書いてあるんですけど、あのフォロワーがほぼいないアカウントは、Google もキャッシュ取りに来ないので、ばれません。 なのであの、そういう感じで人をだますときは、とりあえずいっぱい書いておいて、外れたやつを消すってやるとできるので、で、あの地震の予想って大体そうなんですよ。いろんな人が、なんか、こり,こり、こるよって言ってると、それは誰かが当たるだろうって話で。以前、伊勢ひろゆきさんは、地震がいつ起こるかとか、公言してる人は嘘つきだとおっしゃっておりましたが、最近、京都大学の教授の頑張ったひろなんとかさんという人が、地震は南月大時に起こるということまで予測はできないが、今の観測技術で2030年から40年までにほぼ確率に南海トラフ地震が起こると言ってました。 言ってましたこれから太平洋側新境だったり新事業を立ち上げるのはでしょうか拝と思います。<laughs> えっとあの、いつ起こるかを公言する人が嘘つきだって言ってて、その30年から40年までの間に起こるよねっていうのは、あのいつ起こるかではありません。なのであの、南海トラフは基本的にはそれぐらいの確率で起こるだろうと言われてるんですけど、ただじゃあそれが2050年になる確率もゼロではないんですよね。なので、ほぼ起こるだろうって話で、 なので、まあ、ってるいつか当たるんですけど、まあ、とはいえ、普あのその、僕は、あの、地震が予測できないよね、と言ってるんですけど、ただ、地震が予測できないっていうのと、地震が来ないっていうのは別の話なので、その、要は、あの、こう、あの、な南海に、こう、プレートがあって、それがずっと歪み込んでて、で、そこがビヨンって戻るときに地震が起こるよねっていうのは、まあ、あの、時間の問題で起こりうるんですよ。ただ、それが100年、200年かもしれないんですけれど、ただ、まあ、ま、 それが分かってる状態で、なんかあの、太平洋側に資産を持つって、要は3、40年の間にすげえひどいことが起こるよねってなっちゃってるのが分かってるんだったら買わない方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあでもそれでも東京でいろいろマンションとかなんか家とか買ってる人がいると思うので、まあまあ、あの、根性がある人は買えばいいんじゃないですか 川ンとかで、あのなんか地震があったりするとひとまず水が止まるっていう地域もあったりするんですよね。で別にあのそれ下水道が壊れてるわけでもなく、とりあえずあのなんか水が止まるっていうのがあの機能としてあったりするので、でそうなるとあのうんこが流れないのでさっさとあの風呂の水でうんこ流した方がいいんじゃないのって思うんですけど、えっとバケツの水で流すのには結構な勢いが必要だよね。あの結構な勢いの水が必要なのであの風呂に水溜めといた方がいいよって話です。高層は水止まりよ。そうなんですよね。 あのなんか水止まっちゃうと、そこでなんかあの、じゃあ、うんこ流せなくなりましたっていうと、まあ,あの別に他人のうんこの上にうんこをするっていうのが気にならない方がであればいいと思うんですけど、やっぱりなんかあの他人のうんこの上にまたうんこをするっていう、そのうんこタワーを作るのって結構きついじゃないですか。で、多分家族多いと、うんこタワーにもトイレで限界あると思うんですよね。なのでそれぐらいだったらさっさと流した方がいいと思うので、 なんかその風呂に水食べない方がいいっていう頭の悪い人に従うのはどうなのかなと思いますけどで武蔵小杉みたいなあのもううんこが流れるそのなんか下水が溢れてしまうとかになるともう今更一人の家庭がうんこ流さなかったとしてももう収まらないんですよだって下水が溢れてた以上もうなんかい一般家庭の一個の家庭がたまたまうんこ流さなかったとしてももうすでに街はうんこだらけなんでもうそうなったらもうどうしようもないのであのうんこ流せばいいんじゃないかなと僕は思いますはい。 なのであの基本的には風呂の水をためてあの流した方がいいんじゃないかなと思いますけども、はいまあ、タワーマンションはねうんこじゃないやその自信もあるのでやっぱあんまおすすめしないですよね別にあのそのあの住みたいなら全然いいと思うんですけどただなんかそのあの要は ななんかあの地震とかで動かなくなったら別の居場所とかじゃあホテル借りますとかっていうお金のある人だったら別にじゃあ地震が収まるまでちょっと他のとこ行こうかってなるんですけどそなんかじゃあタワーマンションでなんか30階ですとかでなんか水とかを買ってエレベーター止まってるから階段で持ち上げるとかめっちゃ大変じゃないですか。だからあの金持ちは別にタワーマン全然いいと思うんですよ。 なんかあのじゃあ地震が収まるまでじゃあホテル暮らししようとか実家が近いから実家に行こうとかであれば全然いいと思うんですけどなんかその庶民でタワーマンだからなんか水とか食料とか階段で運ばなきゃいけませんみたいなのってあれ東京って地震多い地域ってご存じないんですかみたいなっていうのもあったりするのであまああの窓からうんこ投げればいいのかもしれないですけどなのであのそのお金がない方はタワーマンはやめた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。 あのお金がある人は好きに、あの好きなとこ住めばいいと思います。災害があったら別に出てきゃいいだけなんでえ。ひろゆきさんは原発再稼働賛成とのことですが、無能な東電や政府が何も改善せず再稼働するのはどうしてもファンです。えっ、ー、と先にこの状況を直さないとまた大事故を起こしてしまうのでああ、僕もそれは賛成です。はい、なので、あの東電がやらない方がいいんじゃないかなと思ってますけど、あとその原発再稼働僕、僕賛成な理由が、あの原発って稼働しようがしまいがリスク一緒なんですよ。例えばじゃあ、その、 福島、例えば原発にミサイルが落とされたりしたら大変なことになるじゃないかだから原発は危険であるっていう論調の人って結構いるんですけどあの別に原発止めてるとこでもミサイルが起きて爆発したらあの放射性物質バンバン飛び散るので大変なのは変わらないんですよ。 でじゃあ止まってる原発って何してるのっていうとあの止まってる原発もそこに原子力の,あの,、まあ、その原子力発電用の,そのウランとかがあってちゃんと原子力プール,のプールに入れててそれの温度管理とか失敗すると福島みたいにそのあのまずそのチェーンリアクションが起きてあのなんかあの大爆発ってなっちゃうんですよ。なので原子力発電所で発電をしなかったとしても危険なままなんですよ。 なのである日突然原子力発電所がなくなりますっていうのであれば今から原子力発電所を作りますかっていうのであればじゃあそれは作るコストとかを考えたら原子力発電所を作るよりは火力発電の方がいいよねとかになるかもしれないんですけどもうすでに原発はあるんですよ。でその原発を使って電力を作ろうが作る前がリスクはあんまり変わんないんですよ。であれば使った方がコスパいいんじゃないのって話なんですよ。 ただ、運用する東京電力の奴らがクソ野郎なんで、あいつらに任せるのは良くないわあるので、僕は一回東京電力を破産させるべきだった派なんですよ。その東京電力が結局裁判で、あの、勝って、 あの東京電力はその原子力発電所をぶっ壊した責任ないよねっていうことになったんですけどそうは言ってもその結局安全な設備を作らなかったっていうところの責任はあるしでじゃあ再発しないっていうそのなんか保証もないのでなのであの東電以外のところの第三者っていうのがちゃんと干渉してその第三者がお前らには任せらんねえよってなった場合は止められますよっていう法律改正をした上で。 あの各地の電力会社に任せるっていう形で原子力発電所を動かした方がいいんじゃないかなと思います。まあ、当然ねあの原子力発電所ぶ,そのぶっ壊したと思も株価が上がって配当配ったりしますんです、ね。<laughs> っていうのもあるので、なので、その原子力発電所を新設するって話であればどうなのってなるんですけど、現状であれば、その電気代も高いし、じゃあ、その今、ロシアからガスとか石油とか買うことになってるんですけど、石油買ってないか、ガス買ってるんですけど、それも経済制裁のためにガス買わない方がいいんじゃねえのっていうのもあるので、そのためには、じゃあ電気代を上げるか、原子力発電所を動かして、電気代をある程度上がらないようにするかのどっちかなので、そうすると僕は原子力発電を再開した方がいいんじゃないかなと思ってます。はい